刑事裁判の場合は 99.9% 黒だとならない限りは刑事裁判はあの被告人に有利になってるわけですね。だからもう本当にこのこんな記事で仕事を休む事実も混んだっていう暇があったら何度も言いますが、記者会見したら終わりなんですよ。裁判官が決めるんじゃなくて国民が決めるんです。あなたは多くの国民から支持されてテレビに出続けた人なんですよ。顔色見たら分かるんですって。でワイドナショーには出るって、そのワイドナショーは、まあ、出ないよりもマシだけど、これ多分フジテレビはめちゃめちゃ迷惑だと思いますよ。ワイドナショーに出て周りのタレントも出たくないと思いますよ。論文厚さんや東野幸治さんや今田耕司さん叩かれるだけだもん。そんなのもうそんなそう巻き込むのやめたらと思いますよ。堂々と記者会見に出て、うん、やればいいんですけどね。俺も口が酸っぱくなると言ってますが、で僕が訴えられる可能性って当然出てきてますっていうか、十分むしろ訴えたくない話なんですよ。